随金で行われた中華ソビエト共和国の建国式典中華ソビエト共和国は1931年11月7日に厚生省随金を首都として中国共産党が樹立した政権。国名は何度か変更している。主席は毛沢東。共産党軍が国民党軍の包囲から脱出し、調整に出る1934年10月に事実上消滅した。 かつて使用していた旧期1927年の南昇期にの失敗や同年に起こった上海クルデターで中国共産党は勢力を落としていた。そこで1931年、全中国の共産主義勢力を厚生省随勤に結集し、中華ソビエト共和国臨時政府を設立した。中国共産党第二次全国代表大会で採択された。 中華連邦共和国構想に従い、憲法大綱では、共和国は連邦制であるとしてチベット、東トルキスタン、内モンゴルは民主自治国と定義されて、中国ソビエト連邦における加入取り脱の権利を謳たった。1934年4月26日、中華ソビエト共和国臨時政府は日本に宣戦布告した。1934年になり、 随近にも中国国民党の攻勢が激しくなると中国共産党はこの地を放棄新たな拠点を築くため調整に出た調整中には中華ソビエト共和国の政府機能は停止されており延安に到着しても政府機能は事実上停止したままだった1935年からはシゲル県で 中華ソビエト共和国政北連邦を樹立して1936年の調整終了まで各地で実行支配地域を変えながら存続した。1937年、国民党の蒋介石が共産党との合作を要求する超学寮に監禁される西安事件が起きた。超学寮は支持を得られなかったが、蒋介石の解放交渉の中で国民党、 共産党の話し合いが持たれ、結果として国民党と共産党の合作が成立した。これにより、中華ソビエト共和国は名目上も事実上も中華民国の指揮下に入り、解体し、中華民国戦艦令変区政府となった。中華ソビエト共和国は中華民国政府を半革名のブルジョア政府として非難していた。 1933年の復権事変で成立した中華共和国を当初は援助していたものの、後に革命と反革命の間を行く中道政権とみなし援助を打ち切った。当時の毛沢東、ありがとうございます。